どうも、獅子よ嵐を巻き起こせ、獅子嵐です。皆さん、オフシーズンいかがお過ごしでしょうか。もう12月ですね。1年本当に早いもんです。だんだん冬らしい気候になってきたんじゃないでしょうか。冬といったらね、いろんなものを思い浮かべる方いると思うんですけど、冬の果物といったら何を思い浮かべますでしょうか。アップルパンチ、リンゴを思い浮かべた方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。先日行われたライオンズサンクスフェスタで3年連続殿崎リンゴ園さんのリンゴを購入させていただきました。ライオンズファンの方ご存知だと思うんですけど、殿崎リンゴ園さんは選手会長を務める殿崎修太選手の実家のリンゴ園です。今日はその購入したリンゴを食レポしていきたいと思います。わ、いい匂い。リンゴの種類は三富士で、3個1セット1200円で販売されていました。よく見てください。殿崎選手のシールが貼ってあります。これ殿崎選手のプレイヤースタオルのデザインと同じなんです。さすがにそのままかじるとある意味歯茎がミラクルゲームになっちゃうんでね、ここはしっかり切っていきたいと思います。ではまず半分に切っていきましょう。包丁あんま使わないんでね、結構怖いっすね。はい、この辺でいいかな。せーの、はい。お、いい音。よし。はい、半分に切りました。お、蜜たっぷりですね。見てください、これ。黄色い蜜がたくさん詰まってます。わあ、さすが殿崎りんご園さんのりんごですね。はい、これでもまだね食べづらいと思うんで、これをさらに細かくカットしていきたいと思います。はい、8等分に切りました。こう見るとね、すごく蜜が詰まってるのが分かりますね。いやー、さすが殿崎りんご園さんのりんご。この黄色い蜜、もう見てるだけで食欲そそりますね。では、このりんご実食していきたいと思います。それではいただきます。はい、こちら、ね、黄金に輝いてますね。はい、いただきます。うん、甘い。蜜のとこガブッといったんですけど、めちゃめちゃ甘い。これが本格的な青森のリンゴですね。おいしい。もうバグついた瞬間に甘みが来るのが分かってて、あと蜜がね、やっぱり水分含んでるんで、もうすぐに口の中でこう弾け飛ぶような感じがあります。あとはね、この皮もいただきましょう。この皮は食物繊維がすごく豊富らしいので、今回は皮を残して、切って食べていきたいと思います。うん、もちろん身が甘いんですけど、皮がシャッキシャキ。うん、歯ごたえもあってとても美味しいです。なんかもう果汁 100% のジュースを飲んでる感覚で、ジュースにこう果肉がついてるような、ちょっと、そういう感じがしましたね。あー、美味しい。うん、この冬また乾燥すると思うんで、水分補給にもね、この果物がいいんで、この蜜の豊富なリンゴがとてもいいんじゃないでしょうか。うん、もう天然の甘さがね、すごく口の中で広がりますし、あと飲み込んだ時に
やっぱりさっきも言った通り、特に余計なものが入ってない 100% の果汁ジュースのような味わいがありますね。じゃあもう一切れぐらい食べていきましょうか。はい、うん、2切れ目食べても全然飽きないですし、もう太陽のご馳走というか、もう太陽の果実っていう言葉がもうぴったりなんじゃないでしょうか。もううますぎて、これ丸ごと1個全然食べられちゃいますね。もう甘いし、もう水分がたくさんありますし、もう飽きない。もうこのリンゴ1個だけでもすごいご馳走です。残りいただきます。うん、幸せ。あ、天に昇る心地。はい、もうカメラ外でももうこれすぐに全部食べたいと思います。ではエンディングに行きましょう。あ、美味しかった。さすが青森で100年以上続く殿崎りんご園さんのりんご、本当に感動的な味でした。ごちそうさまでした。毎年ライオンズサンクスフェスタで販売してるんで、皆さんもチケットのオプションで購入してみましょう。殿崎りんご園さんの公式サイトでもりんごを販売していますが、12月の5日時点では残念ながらどの品種のりんごも特製ジュースも売り切れとなってしまっています。本当に人気であることが伺えますね。本格的にいろいろなリンゴを食べたい方は来年チェックしてみてはいかがでしょうか。公式サイトの URL は概要欄に貼っておきます。来年殿崎選手にはチームを優勝日本一に導いてほしいですね。それでは殿崎選手の活躍を祈って、アップルパンチ、バイバイ。